緑は危険は1944年に発表されたイギリスの小説家クリスチアナ・ブランドの探偵小説でその巧妙な筋書き、興味深い人物造形、戦時下の病院という場面設定などが高く評価されている。後に映画化され1946年の映画青の恐怖が制作され映画主演たちによってミステリー小説の黄金時代における最も優れた。 映画化作品の一つとみなされている。第二次世界大戦下の1944年、イギリスの田舎の病院で殺人事件が起こる。コックリル警部は麻酔中に死んだ患者が事故死ではなかったと明らかになった後に、不調を殺した犯人探しに当たる。途中の時点で、コックリルは私の存在は棺を覆う布のように病院全体に及んだが、それは とてつもなく楽しいことだったと述べる。さらに看護婦に対する殺人未遂事件が起こり、被害者が重体になると、警部は殺人犯の正体を明かすべく、捜査体制を組み直す。ありがとうございます。